にちは。こんにちは。誰かわかんない。はい、菅原です。片岡です。漫才かって。今回は仙台のセントメリースキー場サマーゲレンデに来ています。こんな感じです。おお。またちょっと姉さんいないですけど、大場あかり姉さんのキャンプのお手伝いというかゲストとして僕ら北海道から来させていただきました。講師なんですけど、プラスの初めてという若干不安ですけど、なんとかなるかなと思いながら。どうですかね。まあ意外とスピーと一緒って聞くんで。そうだね。エッジもギンギンに。あ、そうだね。これはちょっと甘めなんだけど、どうなるかちょっとわかんないんで、頑張っていきたいと思います。じゃあ映像をお楽しみください。スキーとの違いは、たまら水かかってる、ちょっとやばい。なんでしょうね、こうエッチングの感覚だったり、左右のこうバランス感覚を養うにはすごくいいかなと、あとブーツ履いて動くっていうこと、斜面をこう2本、4本のエッジで滑り降りる感覚を養うトレーニングをやるにはすごくいいかなと思います。ちょっとこう雪上みたいな細かな、起伏がね、荷重動作とか、そういうのはできないけど、関節の動きだったり、そういうのはすごくいいトレーニングだなと思います。はい、まだまだ極めましょう。練習ですか。はい、ちょっと離れたなっていうのに。はい、じゃあ右から行きますよ。頭、腰、膝、肩、頭、立って、勝ったの覚えててね。何勝何敗かちゃんと覚えててよ。いや、今度左手です、左手です。腰、肩、膝、頭、膝、タッチ。あ、やばい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 。ここからは以上です。はい、じゃあ最後締めいこう。
とうございました。一回休憩して、水分取っていいよ。ひねりそう。はい、スピードスピード。はい、ゴー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 。いけいけいけアレックスダッシュダッシュ9、10はい、ゴムです。ラスト頑張れもういいね。両手でできた人はこのまま寝るまで寝て起きて。ここまでハイハイで言ってましたよ。ちょっとやばい。先週って最近な。姉さん、おはようございます。おはようございます。姉さん、今回もよろしくお願いします。お願いします。なんか汗だくんですけど、二人ともあんまりズームしないでもらっていいかな。汗をくんなんで。朝気温ね、暑いよね。暑い。朝まだ朝からもう30度超えちゃって9時前ですけど、すごい暑い宮城県です。体温でしょ。暑い。気温は14度。そんなに寒い。いいですね。朝からトレーニングでしたか。朝から片岡先生がしごたましごいてくれたんですね。やってましたね。いいトレーニング、はい、ありがとうございました。これからレッスンですね。これからレッスンですよ。頑張っていきましょう、はい、今日もたくさんのお客さんと楽しんで滑りたいと思います。はい、お願いします。よし。